第二寝屋川のところまでやってきました。こんな感じです。近畿自動車道が見えてます。スーパーの屋上にやってきました。目の前に広がるのが泉屋があったところの跡地ですね。今さら地になっております。ここにマンションが、建つ予定らしいです。かなり広いですね。はい、ニトリモールにやってきました。こちらの、3軒のテナント、全て閉店してます。なんか工事が行われてます。